どうも給料日ですこれ本当に合法はい、えー、給料日ということなんで、えー、こちら買いましたいやいや嘘やちっちゃい嘘名探偵 謎解きクイズブックこれ懐かしい俺ちょっと正直分からんかったこれはもう小学生ぐらいの時に結構持ってるおったよええー、ちっちゃい謎謎の本ね <laughs> あ謎謎のこれ結構平成あるあるみたいなの出そうと思った時にだいぶ初期に出てくるぐらいのやっていこうと謎謎。うん、頭を柔らかくしよう得意よ謎、うん、ほんまに好きじゃ、まあ、ウォーミングアップでなんか 謎無理もうほんまにシン<に>普通にあシンプルなんか俺ちょっと一回ど「なぞなぞ」って悩やたけどてなってるえっとじゃあ「入り口は1つ出口は2つこれなんだ?<え>」ってあもうよくあるなぞなぞええー、耳もう向いてないよね <laughs> 耳入り口1つもう入り口は2つやし耳入りと考えるのかどうかとかもなってくるしねえっえー、迷惑物件 <laughs> 迷惑物件 <laughs> なんでこっちが考えなあかんのなんだなんだ迷惑,迷惑物件なんだなんじゃあそれは大喜利やん謎なぞやからやりたいのは何？答えは答えはズボンああそれでいいあ、もう次のステージ行っちゃってんだよ言ってるよズボン以外で考えてたわで問題は全部で50問初級、中級、上級がそれぞれ15問です初級で <laughs> まず サイコナイドの超級が五問一ありますね。まずは初級をやりましょう。それ絶対無理やわ。頭を柔らかくして、いろんな考え方を試してみよう。はい。じゃあ、これにしましょう。はい。上から動く。はい。左から矢印で、果実のか。はい。で、真ん中の四角矢印で、え、価値のか。はい。で、下矢印で、言語の五。さすがにわかるわ。なめすぎ。確かにね。これはまあ、簡単やな。ものね。そう。動物。うん。果物。物価。物語。え、給料日ねんからさ、賞金出してよ。 ちちちょ、ちょ、ょ、なんで俺が出さなかったじゃじゃあ交代なでな京極が決めていいだから答えられへんかったらもらえねんでああそう,いうことねるうん、出題者がもうゲットのチャンスありこれ初級じゃでもやりたくないよねそれはだから400円とかやそこは初級はねその京極がこの問題は難ぼなるほどねちなみに俺ズボン答えられへんかったやつやからねそこの値段設定頼むなじゃあこれ初級の7ってことは難保500円やねおお<ー>これ時間制限もつけたよね30秒 各に入る数字は何だろうスタートえは全く分からねえけど方程式を探し出す系のやつね方程式を探し出す系うんこれはまあテレビとかでも成立するんじゃないこういう問題はは何がやねんじゃあ早いってそれは早いわ2 30秒ですよ、終了ちょっと早いわ円、ね、じゃもうもうちょっと考えさせてほんで。 普通に円は確定としてもういいよヒントいるいらんちょっともうちょっとだけやらしてあなるほどねはいわかりました2ですね2さあ次のページめくってください正解は2えそういうことですね丸がね丸のあいい問題やったこれいい問題やなん。可いいなしかも小学生っぽい俺も30秒で導き出すからあじゃあこれにしようかな初級 初級の十二、1 2これ500円ねはい500円30秒でいいんですよね見てないですからねまだいきますよさあ右側の方ね、えー、それぞれ何て読むのだろうかな知は俺分かりましたようさぎこれいい問題じゃないいい問題はいどうぞ、えー、うさぎです答えはは俺1000円なくなってるよ <laughs> はいうさぎでしたそういうことね左手「さ、ね」と「う」ね 俺もその道連れとかするからこの動画はし収益化なしであげるからなんてやね <laughs> 道連れ,れ <laughs> めっちゃ雑な編集なんぞ <laughs> <laughs> あじゃあ中級次、はい、中級1分っすよ、ね、中級いっちゃう中級いっちゃおう早い初級もう一回行きたいですね初級もう一個いく中級いらんかもな初級上級超絶難しいやつ うん、初級の15位か初級の最終問題ですねだからこれ俺分かれへんからちょっと答えてほしいあええよ、まあ、分からへとえちょっと待ってまだ見てないからやめてお前が渡したとこのスタートやったら28秒になるよ <laughs> なあなあじゃあ今からいくで、はい、今から見ますじゃあ僕がじゃあスタートって言ったらスタートしましょういきまーすスタート<笑><笑> どういうことなんやろ、これ。は。は。五四。三。3 2 1え、ビ B ビビビ。一。B B、あ、ビね。はい。正解は。はい。おびよ。よし。お前、すごい奇跡や。<laughs> あ、そういうことね。どういうこと。ドレミファソラシドと同じ。頭文字の A 単語が並んでますと。うん、まず音階に並び替えたわ。<laughs> 嘘つけよ。<laughs> あーいい問題やな <laughs> 俺ミファソラシのファソラトお前したらあじゃあ500円かハハハハハハしゃあ,ーあれこれあれ選択肢のやつ不利やな <laughs> そうやな <laughs> 最後のチャンスあるからイ b b ベイ b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  俺その選択肢与えへんで、ね、俺

5、4、イノシシ3、2、言ってんねん、俺。いシシ。し<何>。何イノシシ。はい、<laughs> 12し<歳>。<laughs> いや、俺な、それ、そこまでいっても、うん、計算が遅いと思った、ね。わ <laughs> かるこれ、えー、でも、虎<さ>が3やったからな、12しやから、最後、俺、イノシシ年やし。うった。 しゅんちゃんまだまだ物足りない上級行っちゃう上級行く上級行こういこれさ変にめくってさもう先の門見ちゃったらそれも使われへんになっちゃうから選んでもらうあっそうしようか上級難しいの分ぐらい 1>, 1, 分、ね、1分にしよう最低でも1分はいりますわ1分考えたらでっやけどねでもまあ大人やからね <laughs> よくあるはいあるなしクイズなんですけど中村からね<お>これミスったら俺がこれ上級やから2000にしようスタートして いいな。はい。<laughs> 何答え。ちょっともうちょっと考えへん、一緒に。これ、なんやろあるが十広い昔、東、都会県健康記念日の件やって、休日。うや、休日には。てか、なか、あの、都道府県の、うん、入ってるものとかね、うん、ないもんな。てみます、もう。うん。うわ、金編であるものか。 あ,あ、金へん金へんの感じね。でもさそうやってなったとしてさこの「建国記念の剣、うん」鍵ねこれピンとこえへんな確かにうん <laughs> これないにしちゃうわ俺最後 <laughs> <laughs> そこまで分かったんな,感じない <laughs> いやこれええな上級やね上級あじゃあ俺頑張るわ上級マジでてか楽しいなこれなぞなぞ溶けてなくて楽しいねんから溶けたらもっと楽しいよこれ。 カルティンと車とかでやる企画や <laughs> アホがやる企画じゃないなちょっと難しいね上級の中でも、うん、上級の中でも難しいねいらないことを教えなきゃ4,000円にするこれそうええ<よ>の <laughs> いいよえ僕今2,000円なくなってる、うん、単語を読もうこれが単語になってるってことねチャ、うん、レンダー ねえ、こうしたんないよ。一応考える。一個も前、に考えな。<laughs> 上級の位置。もったいないです。時間限られてるか。上級の位置ですね。上級の位置なんかも、中級の最後よ、ほんまに。あかん、でも、これ一回、こうちゃうかなって、思ったやつから、はい、なかなか抜け出せへんようになっちゃうな、これ。そこ抜け出さない。<笑>,いや<ー>笑ってばいやな、考えな、時間なくなるでしょ、笑ってる間は、どんどんなくなるよ。もったいなくない、その時間。これが。なんやろそう。嘘。あと二十秒で。 これ何？しえっ、相手し <laughs> お前といえしお前分かってんやお前と言わんとって、名前あるからお前って本当に嫌な言葉じゃないみたいみたいな話、前にしましたよどけー一応三冠と答えていきます <laughs> え、三冠、うん、じゃはいえ、三角 ね三だから「三」が「三」で読んでいいのは当たってて「ヒール」から「あこれを消せ」あそういう意味の記号やったんや「消してください」で「ヒール」「ヒール」で「おか」あそこが無理やそこが無理ヒールで「おか」は厳しいねヒールの罰を消せたとしてもやったらそやな俺と一緒やわ「遺産ヒール」ってなってるなそやろ

とも八十八では独はとうん <laughs> 愛知た数五と八になりがち五巻巻とフランスフランスとかはねやっぱ思っちゃうよね独がドイツでみたいなうんでもないからね愛とかうん普通に数学的に考える 数学で行かんほうがええんちゃう分からんけどんはあ、俺、えっ、ー、と俺もリタイアするリタイアしたえ、リタイアするのこの絶対分からへん時間過ごせた新しいこと始めたい <laughs> 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 新しいこと始める時間に使えていやそんなそう何時間もやるわけじゃないねんからさ何すんのじゃお前これ今リタイアしたっけどえ、<や>それを考える時間に当てた <laughs> 考えとけやじゃお前一人で <laughs> 結局考える時間やんけお前さっき言っとくで <laughs> はい OK <laughs> えぇー一回中村さんこれ答えをいただいてあ、そうですねどう意味わかる えこれ無理なのどういう類の無理これは無理ですね <laughs> まず、うん、さっき僕が言ったカネ編ってとこまで分かって、うん、もう最後無理やったみたいなことを言って、うん、まずもうそういうことが起こってるあ<ー>まず起こってた上でその先の知識もないわ、うん、こういうことかって 分かったのに無理やったパターンやってんさっき。もうそういうことがすでに起きてた。すでに起きてた。どういう話したさっき？これ見た最初。最初、I が二つとか一緒でとか他は他も最初いろいろ言ってて。まああの国。そうまず国です。あ国なんやでドイツがみたいなことですよね。だから俺らフランスドイツしか知らんかったまず。I は何？アイルランド。いけいけいけそうそうそう。アイルランドとかでしたっけ？ でキがなんやろキってどこなんやもうこれも言うわじゃここまで言いますねじゃもうギリシャですあギリシャなんやで智弁和歌山の字はチリですチリじゃ今ねこれギリシャフランスアイルランドえチリまこれはドイツですねさあここからだねそうここから国特有のものを よね、州の数とかもう、まあ、確かに特有かもねでも<か><く>国といえば何国旗そうきた昨旗のはいギリシャまずアイルランドとフランスとチリとギリシャの国旗知ってますかもうフランスぐらいしかピンとこないよねださフランスを見て分かるぐらいうん。青白赤みたいな青白赤でドイツは赤黄黒 うん、赤き黒これが数字とつながってこいへんね別にギリシャはどんな国旗んか水色と白の俺国旗めっちゃ強いよ国旗強いんじゃあお前可能性あったんやこれ俺はね可能性あった <laughs> チリなんかマジで分かれへんわチリどんなんチリごめんなさい <laughs> <laughs> だからこれが例えば何アメリカとかが入ってて星の数とかやったらまあうん、うん、うんって感じやけどじゃあもうリタイアします もうだここから無知の領域なんでなるほどね所長 <laughs>、うん、リタイアで答えをはいはい来ました答えは45で、えー、漢字は国名を表します、はい、数字はその国の国旗を構成する色を英語に変換し、はい、さらに頭文字をアルファベット順に数値化したホワイトやったら「a b c d e u g h j k l、N、とでやっていって。 W が何番目かそういうことねドイツはブラックイエローレッド AB ブラックやかにうわこれはこれはね多分ね18時間いるな<ん> <laughs> 18年ね <laughs> まず国旗を覚える時間から始まんねえからで何段階あった今国旗をまず国に返還します <laughs> 国に返還まずできましたとしてできましたここ第一関門ね、うん、で 国旗のことなんじゃないかという 1> 第二関門国旗の色なん,なんじゃないか第三関門で色の頭文字が英語にするんじゃないか英語にするんじゃないか色をカラーにまずしてでその色のあ名前の頭文字がアルファベットで何番目か<理>これはやばい 1>, 1段階目でくじいてたからこれはえぐいねフランスとドイツしかないもんな言うてたもんこれ無理や無理や <laughs> でもおもろいこれ面白いわでも超難問とか言うならこんぐらいやら,ないやらだな確かにていうかこれこんなに難易度高かったもっとお遊びやと思ってたこの本